パフュームを待ってる皆さん本当にすいませんでした。僕は謝る気はございません。全然トータが全部変わってしまってますから。これのせい。でもそうか。また聞けた。会えて嬉しい。お前だけは残ってくれせめてな。セブンスヘブンのイントロじゃねえか。違うかな。一回ごめんな。待ってるから本当にごめん。毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室からパフューム研究が登場。今日車の中であのグリッター聞いてあの JPN バージョンの多分ね2番のあのこうローブのトゥクトゥントゥクトゥンって入ってんだよ確か。あれ2番の、うん、だからそのサカナクション先生とかでも80年代のあのトゥクトゥンが入ってるから、はいはいはい、多分2番だから、うん、切ってくれ。今夜は先週の研究の中で突然募集がスタートしてあっという間に受付が終了しました。ピアノの方が来ました。チョコレートディスコ選手権の研究のこんな曲も弾けんの。歌集がどっちあーちゃんからの少し遅いバレンタインチョコをゲットする姿勢とは一体誰なんでしょうか。バビューブロックス。ピアノの方本当ご苦労様です。ありがとう。Perfume Locks starring Perfume. チョコレートディスコ選手権を研究せよ。もう先週募集していましたね。あの一瞬のやつね。一瞬のやつ。あとちょっとじゃんっていう。さあ生徒のみんなはどんなバレンタインを過ごしていたのか、うん、たくさんメッセージが届いているので紹介していきましょう。はい。じゃあまずは私からです。うん、はい。デルタエコーくん、17歳男の子。デルタエコーくん。自分の学校は現在、自由登校なので、バレンタインなんて気にしないふり男の子を装うために、13、14、15と学校に通いました。おー。だから14日当日を間に挟んで3日間学校に行ったんだね。そこだけ行くとかじゃないよっていう。あはははで、多分バレバレ。バレバレなの ?14 日は、教室もなんか男が多かったです。14日は他の人の下駄箱に赤とかピンクのラッピングがちらほらしていて期待してる男の子でしたが、おかしなことになぜか自分のところにはありませんでした。きっとまだ受験とか残ってる女の子が多かったんだなと再度気にしないふり男の子です。自分をこうやってね、和ませてね、フォローしておかしいな理由つけてね、気にしない。気にしない。そして期待して。そしてまた再度気にしないふり。あ、もう切ないとこだけ取っちゃった。いやー。その、だからピンクとかのラッピングが、下駄箱でチラチラ見えとるいうのが、うん、あ、でももらってるやつはいいんだよな。っていう。ちょっと期待しちゃう。自覚しちゃうやつ。ね、期待しちゃうよ、ね。意識せざるを得ないね。うん、どんまい。どんまい。いや、同じ気にしないふり男の子いますよ。ギッシー男の子20歳、高2の時の思い出です、うん、僕のバレンタインの準備は2ヶ月前から始まります。早っ。当時ジャニーズのようなロン毛を意識していたので、伸びる時間を計算して当日ベストな髪型になるように整えていました。またあまり積極的ではない性格のため友達も少なく、うんうん、ソロ活動を普段から実行しているためチョコレートを受け取れる準備は万全でした。いいじゃん、渡しやすいよ女子も。さらにミスタードーナツでアルバイトもしていて、うん、甘党のアピール全開でした。すごいな。ただそんなことをしていることは一切口に出しません。出せないの。バレンタイン、ああ今日だっけみたいに浮かれてませんみたいなクールにしていました。それがかっこいいと思っていたからです。うん、まさに気にしないふり男の子なのに。好きな女の子から本命のチョコはもらえず、義理チョコさえももらえず、母にさえ毎日甘いものに囲まれているという理由でもらえませんでした。あー逆光か、裏目に出た。すごい仕込んでたんだね。2ヶ月前から始まってる人いる？もうだって去年よ。そう、去年から始まっとったってこと。年末からのスタートして今年だとしたらね。うん、しかもあのロン毛を意識しとったけん、うん、だけいるんじゃね、そのだけ2ヶ月の間はその美容院とかあんま行かんようにして、なるだけ伸ばしとると。うん。ほんでミスドでアルバイトまでして。甘いもの好きだよって。甘いもの別に好きだけども。そういうアピールの仕方あるんだね。新しい。でも確かに男の人は甘いもんあんま好きじゃないっていうイメージがあるじゃないですか。うんうんうん。だからそこを確かに、一個。あ、そうか。好きなんだってのをやっぱりこっちに与えてくれるっていうのは大事ですよね。そうね。で、しかも自分から言わずに、うん、たまたま見かけてもらうっていう、ね。確率の低さ。
いや、かけたね、これは。かけたね。ね、ちょっとこっちにも気にしないふりいますよ。あ、いる。気にしないふりやっぱいっぱいいるね。いっぱい、みんな気にしないふり頑張ってんだね。うん、ケンディ、18歳男の子。ケンディ、どんまい。もう、早いところから。早い。まだ聞いてない。ケンディ、まだ。バレンタインの1週間ぐらい前から、同級生の女子から、気になる子、好きな子おる？って LINE で聞かれました。何度も何度も念押しして聞かれました。自分はいないよーって言ってフリーをしっかりアピール。この時期にこんなの聞かれたらもちろん誰でも期待しますよね。うんうん、聞かれる。自分はバレンタインのことを気にしつつも気にしないふりして、ずっと LINE を続けていました、うん。バレンタインの2日後に登校日があり、早速学校の下駄箱で会いました。が、特に何もなし。周りに人がいて恥ずかしいからかなーって思うも、特になし。結局、放課後になっても、特になし。どうやら LINE を続けていくうちに、ただただ単純に好きな子を知りたい、探りたいっていう、高校生あるあるかなーって思うようになりました。思うようにしたんだ。自分の勘違いが恥ずかしすぎます。やっばー。切ない。マジやっば。一週間前に聞かれたら期待するよ。期待するよ、そんなの。だって作れるもん、そっから。おう、うん、何人分作ろうかなとか、うん、本命にはこうしたいなとか、いろいろ考え出して本気で動き出す時期だよね。うん、1週間前って。いや、そのさ、気にしないふりするみたいな、うん、その男の子たちさ、ちょっと多くない？多いね。多いよね。多い。やっぱりなんか、そこに関して期待しとるっていうことが恥ずかしいんかね。うん、期待してるって、男友達に思われるのが、気づかれるのが恥ずかしいんじゃない？そっちが恥ずかしいんかね。それもありそう。女子に思われるのもそうだけど、男子同士でからかわれるっていうのもありそう。あ、なるほどね。でもこっちからあげる方からしたら、うん、え、何チョコくれんのみたいな、そのこんだけのメールをしてんだったら、うん、え、何チョコくれんのみたいな、うんうんうん、助かるな、俺ほんと毎年1個もらえねえんだよで一言言ってくれたらこっちもあげやすくない？あげやすい。確かに。もしも本当に好きで聞いてたりとか、そこね。ああ、イチューの人なら、うん、ね。うんうん。でもイチューじゃなくてもそれ言われたら、なんだろう、一つカモフラージュとして本命をあげるのと同時に約束しとる。まあこれ難しいけどね。そうね。でもあげやすくはなる。コミュ力が必要かもね。こっちはでもあげやすくなるという可能性もあるのにね。だけ普通に約束しとってっていうのはいいと思うけど、うん、やっぱそこは知らんふりするんだ。髪の毛伸ばすとかさ、そういう準備じゃなくてさ、女子があげやすいなんかそのね、うん、関係性を作るみたいな準備がもしかしたら必要だったのかもよ。2ヶ月前なら仕込めたかもね、それ。いや、ほんとそう思う。まあでも終わった話だけどな、これもな。この後もメッセージたくさん来ていますので紹介していきます。皆さんこんばんは、かしゆかです。のちです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。書き込みを1通紹介します。はい。りょうちゃん、19歳の女の子から。りょうちゃん、東京ガールの初回版をゲットしてディスク2もしっかり見ました。おー、ありがとう。 PV で歌い上げるパフュームさんの美しさにやられました。前傾姿勢になって見てしまいます。前傾姿勢。そしてパフュームビューでは3人と関さんのやり取りが好きで、今回もたくさん入ってて楽しかったです。楽しそうなチームパフュームさんを見ると、この前決定したフェスに参戦したくなりました。応募します。あら、告知かな。あら、うまいことなんか入れてる。りょうちゃん、この後何も言うことで。そう、この前決定したフェスがあるんです。そうなんです。東京ガールのね、うん、CD の中に告知の紙が入ってて、はい、その中でお知らせをしました。うん、6月2日に前夜祭やって、うん、電気グルーヴさんと、うん、で6月3日にチャットモンチーさんと対バンで入るんです。大決定。うん、いいね。なんかこうやってしっかり対バンだけっていうライブは久しぶりだもんね。そうじゃね。前回は 10days とかの中に組み込んで、いろんなアーティスト3人組と一緒にやるってやってたけど、こう一組同士の対バンっていうのは久しぶりなので、きっと面白いものになると思います。そうじゃね。引き続きチョコレートディスコ選手権を研究せよ。
じゃあ引き続きチョコレートディスコの歌詞のような経験をした生徒からのメッセージを紹介していきます。はい、もうこれ山ほどあるけんね。もうそうね、切ない。じゃあこの人、はい、ピタッチくん17歳男の子。ピタッチありがとう。来たよ、教室がダンスフロアに。お中学2年の時のバレンタインデーの帰り際、うん、昇降口を出て友達と帰ろうとしている時、女の子に呼び止められてチョコをもらいました。相手の子は誰にもバレないようにこっそり渡そうとしてくれていたらしいのですが、うん、緊張して帰りまで渡せず、僕は昇降口という大衆の面前で渡されてしまい、次の日からは学年では時の人です。その1ヶ月後のホワイトデーで僕がお返しをするということが学年に知れ渡ると、ホワイトデーの当日は周りからの異様なまでに鋭い視線を感じます、うん、同級生みんなが僕がお返しするタイミングを伺っているのです。あー、恥ずかしい。そしてその日お返しの品を渡した昼休みは、うん、廊下まで生徒が見に来て、まさにダンスフロアです。初めてチョコレートディスコを聞いた時、僕は教室がダンスフロアにとは今のようなエピソードのことを歌っているんだと解釈しました。うわ、なるほどね。勝ち組っすよ、すごいな。そうだね、時の人にもなるし、うん、どちらも両思いだし、うん、すごいじゃん。ダンスフロアにだ ね、 ね、なんか学校中に祝福されながらのバレンタインでホワイトデーってさ、すごい、すごいよ、アニメみたいね。廊下にみんな来るってね、ほんまじゃね。それもはや告白だよね。そうじゃない、そういうことか。う、彼女の告白にそこで答えたってことか。そういうことじゃない、ね、男らしいよ。いいじゃん、かっこいいよ。幸せな話だ、よかった ね、 ね、そういう人もいるんだな。そういう人もいました。同じね、ダンスフロアがある。マジで。コアラの方程式くん、男の子17歳。ダンスフロア、朝クラスに入ったら教卓にたくさん山積みされているお菓子、そして黒板に男子への文字。なんとクラスの女子が朝早く来て準備してくれてたんです。僕も含め男子はこのサプライズに、外面は冷静を保ちつつ内心シャーという感じでお菓子をいただきました。すごいね、みんながここに集まって、うん、新しい、うん、ダンスフロアってそりゃね、男子は嬉しいよね、うん、しかも朝一っていう、うんうん、なんか一日中そわそわしなくて済む。確かに。じゃあ次私いきますよ、うん、期待してる男の子、おうおう、小田オクロックくん、14歳の男の子。昨年のバレンタインはインフルエンザで寝込んでいたので、うん、今年のバレンタインはチョコがとても欲しかったです、うん、なので少し遅く学校へ行き、うん、机の中を探しました。何なのそれ。でもこいつチョコ探してんなとか思われたくないので教科書を使ってあるかないかを確認しました。結果はなかったです。でも土曜日に部活の女の子からクッキーをもらえたので嬉しかったです。あ、よかった。結果オーライ、いいバレンタインでした。小田よかったじゃん。ねえ、小田オクロック。教科書で探すのね。ああ、面白いね。どうやって？面白いね。あれシャンって入れてガチャガチャガチャって。なんか、コンコン、コンコン、コンコンって、奥の方に当てて。カン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 やって。あれなんか、あれ教科書斜めになるぞ、みたいな。カサカサ言うな、みたいな。それもでもないんだよ、なんかあとバレてるからね絶対、うん、その動きバレてる。そして少し学校に遅く行くっていう、うん、これはなんか新しい手なのかな。あ、だから机の中に入れてる女子と遭遇してあげない。なるほどね、入れる時間をちょっとした気遣い、ちょっとあげてると。恥ずかしいでしょ見られたらっていうことかな。全てを計算したあなたが一番恥ずかしい。でもね、もらえたんだもんね、部活の女子に。ね、よかったね、それはよかった。さあ、この中から、ね、そろそろだね。そうだね。当選者ね。チョコ、はい。当選者には、だから、バレンタインのチョコあげるんだよね。そう、一人一つずつ選んで、うん、3名にプレゼントですね。私からいきますね、うん。バレンタインチョコの当選者。まず私、カシューカが選んだ生徒は、自分が勘違いして恥ずかしかったラジオネームのケンディ君。ケンディおめでとう。おめでとう。ケンディもらえなかったから。カシューカからチョコ来るぞ。来るよ。すっごい同級生に聞かれたんだけどもらえなかったからね。はいはいはい、 LINE で聞かれたのに。私は聞かないけどあげる。イエーイ、おめでとう。遅くなったけど
チョコね食べてください。じゃあ続いて私のっちが選んだ生徒は、13、14、15と学校に通って、他の子はピンクのラッピング、赤のラッピング、下駄箱からチラチラしてるのに、僕のところにはなかったデルタエコー君にチョコあげたいと思います。デルタエコー、よかったね。よかったよ。よかったよ。これは切ないもんね。切ない。楽しい思い出にしてあげたい。そうだね。まあ、まだ17歳ってことは、うん、まだ10代続くしな、うんうん、そういう青春の楽しいバレンタインはこれからもまだあると思うしね。そうね、はい。じゃあ続いて私あーちゃんが選んだ生徒は、ラジオネームギッシー。髪の毛を2ヶ月前からベストな髪型にするべく整え始めてる。だからバレンタインで去年から一その昨年ほどからやられてるという日誌にチョコレートをプレゼントしたいと思います。おめでとう。おめでとう。ギッシーマジでおめでとう。ちょっとギッシーにさ、なんかあーちゃんからアドバイスしたい、ね、次のバレンタインに。だからそのそっち側の気持ちもあるかもしれないけど、うん、こっちは髪型関係ないから。あーそこ違った。そうで、あとやっぱりバレンタインを今日特急っていうことではなく、バレンタイン実は俺苦い思い出があってさっていう、やっぱり方が女子もあげやすいよね。あのお互い口にしない口にしないじゃなくて言っていこうっていうことね、うんうんうん、こっちもあげやすくなるから、うん、教えてほしい。なんか一人で髪型やってるのちょっとドンマイキッシーな。もうドンマイ、よかったね。気にしすぎ男の子だし。あちゃんからチョコくるよ。はい、ということで皆さんおめでとうございます。もう男子全員メモったんじゃないですか。そうだね。とりあえず今ギッシュはもう今バリカンで頭隠してる状態だと思うけど、今あチョコまでそこまでしなくていいの。ギッシュやってるだろ今。やめろ、それはキープしてていいから。お前の美学としてやっとけ。ただこのマジで、はい、三重のケンディーと愛知のデルタエコーと神奈川のギッシュ、マジで嬉しいだろうね。やったなお前。やったな。もうガッツポーズだ、ガッツポーズ。いや俺自分だとしたら、はい、俺想像しながら聞いてて今、はい、もう俺の名前は呼ばれることなかったわけだけど、そりゃそうだよ。ただもう喉なくなるんじゃねえかってぐらい声上げて多分叫んでるはずよ。さらに親にどうしたのって言われるやつね。気がしたー。いやいや薄い、お前のは薄い。お前は黙れ一回、うん、絶対食べねえだろうなこのチョコ。あさあ出た、包丁と同じタイプ。俺冷凍保存だよこれ。絶対に食わない。ほらそういうことだよ。そうしましょう。ミラクルが起きんだから、こうやってやっていこう。男子改めてみんなおめでとう。おめでとう。明日のこの時間はスクローブロックの新ロスの大王アレキサンドロス大王が登場。明日なんと映画今日のキラ君に主演する飯豊まりえちゃんが来校してくれるぞ。この映画だってね、ヨーペ先生も出てるし、そうなんね、しかも主題歌もねドロス先生やってくれてるわけだから、はい、アレキサンドロックス。